あ、キリト。キリト。よし。気持ち悪いものは気持ち悪い。
続けなきゃいけないなんて。Thank you.
どうしたの？さあ、行きましょう。よろしく、キリト君。それでは。私も回復ポーション補充しておこう。人も増えたことだし、いざって時にポーション切れなんてありえないからね。ポーションの在庫は、私もなの。キリト君のステータスが見られなくなってて、アイテムの共有も切れてる。まさかとは思うけど、キリト君
した。離婚した。でも、現に今は結婚状態になってないわけだし。キリト君、これってどういうこと？返信が来たぜ、キリト。俺の知り合いを当たった限りでは、今76層以上にいる中で結婚してるやつは見つからねえみてえだ。女性プレイヤーの少ないこのゲームで結婚してるプレイヤーっていうだけでそもそも希少価値だもんね。その上今76層に上がってきてるやつなんて間違えてきちまったやつ以外全員ガチの攻略組だろ。間違えてきちゃったけどね。私たち以外にも結構いると思いますけど。ゲーム外から来ちゃいましたっていうのはさすがにレアケースだけどね。頻繁に会ったらたまったものじゃないわよ。全くその通りです。ま、自分から望んで最上階に来るようなガチの攻略組には恋愛にうつつを抜かしてる暇なんざねえってことだ、キリノジよ。よくわからないけど、どちらかが間違って離婚申請のボタンを押した可能性はないの？可能性はあるけど、実際は相手が承認ボタンを押さないと離婚が成立しないわけだから。相手がどんなに嫌でも離婚できないってことですか？的に離婚する方法もあるにはあるけど、その場合離婚を申請した方のアイテムが 100% 相手の取り分になるの。逆に言うと、アイテム分配率が 100% 対 0% の場合以外の離婚には必ず合意が必要ってことね。
私のストレージもキリト君のストレージも空になったわけじゃないし。ちょっと考えづらいかな。てかよ、もう一度結婚し直せばいいんじゃねえか。結婚を申し込んでみれば？他の男性プレイヤー？お待ちしてます。私もそう思うわ。いやいやいや、受諾なんかしねえよ。一生の記念にするだけだぜ。Mm-hmm.